どうも皆さん、おはようございます。ハーバイロ装備カードをつけて納金リュウです。さあ本日はエクシーズワールドがそろそろ来ると思いますので、遊戯王ズヤルワールドですね。今現状デュエルリンクスに実装されているカードの中からエクシーズに相性がいいと思われるカードを、まとめてきましたんで、全てご紹介していきたいと思います。かなり多いのでもうずーっと喋るだけになりますので、その点ちょっとご了承いただければなというふうに思っております。まあ、その代わりですね、この動画を見ていただければ今現状のデュエルリンクスに実装されているカードでエクシーズをサポートするカードはまあほんとあらかた全部、まとめたつもりなんで、よかったらね、最後まで聞いていただければなというふうに思っております。ちなみに、ゼアルワールドが来る前に予習としてエクシーズ召喚っていうのが何なのかっていうことと、あとゼアルのキャラクターの解説動画についてはちょっと概要欄に貼っとくんでリンクをね、そっちチェックしていただければなと思います。早速まずランク1からいきましょう。現状デュエルレックス実装されているカードですかね。では参る。特殊召喚できるレベル1チューナーは相性がいいんですよ。非常にジェットシンクロン、例えば、アンノンシンクロン、このあたりは特殊召喚できますね。そして、蘇る、このあたりも特殊召喚ができる。そしてジェスターコンフィ、これも特殊召喚ができるレベル1で、これ、金華病、これは召喚に、成功すると自分の墓地のレベル1チューナーじゃねえや、レベル1モンスターを特殊召喚できるっていう効果を持ってるんで、これも相性がいいですね。で、青き目の、森と、この辺も召喚に成功すると程度がレベル1のチューナー出せるんで、これも相性がいい。そしてこれはインベルズのマサイボも特殊召喚できるんで相性がいいと。であとね、このアイスミラーっていうカードね、このレベル3以下の水属性モンスター一体を選択すると特殊召喚できるっていう効果を持ってるんで、これも相性がいいということで、この辺はレベル1のサポートとして使えそうです。でそれからランク2ですね。ランク2は、1枚から動けるカード結構多くて、例えば創造の代行者ヴィーナス、500ライフを払うとそのホーリーシャインボールっていうね、モンスターを特殊召喚テックだからできるので、そいつがレベル2なんですよ。なので創造代行者ヴィーナスは1枚でいけます。あと深海のディーバーも、召喚に成功するとカイルズが出せるんで、これも1枚でいけますね。でそれから、ジェネクス・ウンディネ、こいつは水属性モンスターを墓地に送れるんですが、これで素早いアンコウとかこの辺を、墓地に送ることによって素早いモンスター2体特殊召喚できるんで、これも1枚で多分いけます。であとは、芽吹くプラスウィード、とかでも、1枚で、まあ、一応スキルはありますけど、スキルプラスウィードで初動になりますね。あとは、魔獣の怪獣、これは獣族しか特殊召喚できないんで、一応、まあ、制限はかかっちゃいますけど、一応1枚でもいけると。であとは2枚コンボとかになりますが、例えば、こっちからやっていくと1枚特殊召喚できるゾンビキャリア、それから、キガエル、キガエルとかは割と相性いいですね。ガエルモンスターと、ガエル、キガエル持ってれば、キガエル効果で生き返るっていうね、こいつを墓地送って、で生き返るは、ガエルを除外すると特殊召喚できるっていう効果を持ってるんで、22が並んだりとかしますね。それからあとはレッドリゾネーター、この召喚に成功するとレベル4以下のモンスター特殊召喚できるんで、だからレッドリゾネーターとレベル2のモンスターでいける。あとは、レベル2のチューナーとボルトヘッジョックでも一応いける、それからまあ素早いマンボウとかも一応戦闘によって破壊されるとデッキから魚族モンスターを墓地送るっていう効果を持ってるんで、特殊召喚、素早いマンボウも特殊召喚できるし、アンコも送れるみたいな感じですね。あとは特殊召喚できるガストとか、それから、ドキドキ、ドキドキもこれ言ってるだから岩石族モンスター一体捨てると特殊召喚できる、のでレベルが同じモンスターをね、岩石族なので、まあこれもいけると。あとはアイスミラー、さっき言ったようにね、アイスミラーもレベル3以下だったらいけるんで、これも相性がいいよと。あとはね、レベル2だとね、そのね、バージェストマカードってこれレベル2なんですよ。でフィールドにそのモンスターとして出てこれるんで、これはエクシーストアに使えますから、だからまあこの辺は相性がいいですね。さあお次はランク3いきましょう。どんどんいきますよ、どんどん。でランク3も1枚初動はある程度あって、例えば、芽吹くプラスマドルチェホットケーキ、ホットケーキは、墓地のモンスター除外するとデッキからマドルチェ持ってこれる、出せるよっていう効果なんで、ここでレベル3を出してくればレベル3、3が並ぶと。それからスポーアとバルブ、スポーアとか、バルブあたりだと、これが出せるんですよ、御用ディフェンダーが。で御用ディフェンダーって御用ディフェンダー同じやつ出せるんで、これがレベル3、3が並ぶとちょっとエクストラデッキを圧迫する可能性はありますね。でそれからあとは、この御用ディフェンダーを出せる方法としてもライティドライバーもいけるんで、ライティと、レフティ出してきて、こいつを出すっていうことですね。まあ、あと2倍コンボになるんですけども、マックステレポーターは、召喚に、召喚じゃねえや、これから表側で存在するわけで、ライフポイント2000払うとデッキからレベル3以下の、あ、レベル3のサイキック族モンスターを2体特殊召喚できるっていうことを持ってるんで、これでレベル3が2体並びますよと。だからこいつを出す方法をなんか用意してあげればいいってことですね。それから、スレイブタイガーは検討中とスレイブタイガーがいれば一応並ぶっちゃ並びますね。特殊召喚できるんで。
それがギラザウルスは単純に特殊召喚できるし、あと、バンペイ、岩石のバンペイは墓地から岩石族がフィールド上に特殊召喚できるんで、これで特殊召喚できたりします。あとは、ライトロサマルミナスと、ミネルバ、ミネルバルミナスが一応33なんで、これも特殊召喚できるし、あとね、3が強いのはやっぱこれだね。サイコビルダーと、トラッカーがいるんで、この2体特殊召喚すげーしやすいんですよ。で、エクシーズ召喚もできるんで、だからこれ結構相性がいいですね。さあ、お次はランク4。ランク4かなり多いんですよ。ちなみになんですけども、エクシーズモンスターってやっぱランク4が強いモンスターがすっごい多いんで、なんで、まあ、ランク4を立てることが基本的なその戦術というか、になってくると思うんですけど、一枚初動って意外とないんですよね。リンクス今見たら。一応ね、シュトロンベルクの金の城が一枚初動でした。シュトロンベルクで、鉄の騎士、この鉄の騎士とハンスを出してくると一応44が並ぶんでエクシーズ1枚でいけますよっていう、まあ、そういうギミックですね。あとは結構2枚が多くて、例えば、エアーマンとかそっち系のモンスターで召喚に成功したらヒーロー持ってくれるんや。だからデュアルサモンとか使って出していったり、まあこれあれなんですけどね、OCG だとね、ヒーローアライブっていうカードが一応1枚勝負になるんですけどね。それからあとはブラックウェザーはね、めっちゃ多分強いと思う。レベル4エクシーズできるのには。旋風となんかスキル、山とか、ハービーのカリバーとか貼ってれば、まあ、ゼピロス持ってくるのでもいいし、ゼピロス召喚するのでもいいし、単純に特殊召喚できるレベル4が多いから、こういうのでもいいし、あとは、デブリドラゴンとかも、500以下のモンスターを特殊召喚できるんですよね、召喚に成功すると。で、シンクロ召喚には、その使うときはレベル4以外のモンスターじゃなきゃいけないけど、別にエクシーズは何でもいいんで、まあ、これは相性が割といいかなと。あとはね、新6部衆キザン、これは6部衆がいれば特殊ができるって、これ強いと。で、あとは、ジャイアントレックスは結構その墓地から除外すると特殊ができるっていう、墓地からっていうか、まあ、除外されたら特殊ができるっていうカードなんで、封印の黄金物質から除外してあげてもいいし、ギガンテスとかで墓地に送ったやつを除外してあげてもいいしっていう感じですね。この辺は召喚権を使わずにレベル4が並びます。で、聖騎士モルドレッドは、聖剣を装備してるとデッキから聖騎士出せるんで、これも、まあ、エクシーズするんだったら相性がいいですね。あとは、サファイアペガサスも相性がいい。これはこの虹の駆け足が今あるんでね、だからこの、ペガサス置いたやつを宝玉の契約で特殊召喚するっていうのが結構やりやすいと思うんで割といい。あとは特殊召喚できる、カバーとかもいいですし、これいたわ、これ成金忍者めちゃくちゃ強いと思う。多分成金忍者これね、手札からドラップカードを墓地送るとデッキから、レベル4以下の忍者特殊召喚できるんですよ。だからこれで、成金忍者でその半蔵かなんか出してくれば、なんか結構アド稼げるのね、強いと思います。で、アサシンとかはシンプルにそのボルフ、ボルフだっけ、ボルフこれ落ちれば44並びになりしますね。あとは魔法使いがフィールドにいれば、その稲荷火とか、デーモンイーターで特殊召喚できるんですよ、レベル4 でこれも結構相性がいいし、あとデュアルサモンとかと相性がいいのはこれガジェット、これ昔の血の代償、代償ガジェってやつですね。血の代償を使ってそのガジェットの召喚に増やすみたいな感じなんですけども、ガジェットでガジェット持ってきて、デュアルサモンで出してきた持ってきたガジェット出してレベル4並べるみたいな感じもいける、それからあとヒーローだとソリッドマンとかもいける。これ特殊召喚できるからレベル4以下のね、ヒーローもドリルガイとかもいける。それから、一応知らないにもいけますね。宮塚さんも宮塚さんで、影物を出してくるっていうパターンですね。影物とかモノロフとかあの辺のレベル4出してくればレベル4のランクができる。それからリバイバルゴーレムね、これも結構相性がいいですね。これデッキから墓地を送られると墓地から特殊召喚するよっていうことを持ってるんで、これ援軍で落として特殊召喚とかいうことができたりしますね。それからヌートは一応対象に取られると手札で墓地からドラゴンズの通常モンスターを特殊召喚できるよっていうことを持ってるんで、対象に取る効果、何かカードがあれば一応出してこれますよっていう効果。あとバンブーホースも手札からレベル4以下のスピードロイドモンスター特殊召喚できるっていうので、まあ、相性がいいですよ。あとはこれね、レベル4 のソウルオブスタチューとかカースオブスタチューとかトラップモンスターもレベル4なんでね、結構なんでこの辺を特殊召喚して、ランク4作っていくっていう動きが割とできるかもしれませんね。さあ次ランク5。ランク5ね、探したんですけどそんなになかったっすね。割とね、コンボパーツがちょっと多いかもしれない。まあ一応デュエルリンクスって結構そのスキルがあるから、例えば迷宮作成ね、一応簡単に並ばせてることはできるんでね、迷宮作成でレベル5を。だからまあ一応手札めっちゃ使っちゃうけど、そういうので良ければ一応いける。
まあ、あとは特殊召喚できるレベル5ですね。あの、サイバードラゴンとか、カイザーブラッドボルスとか相性がいいし、あの、トゥーンサイバーもそうだね。あと、クイックシンクロンとかトリッキーも特殊召喚できるんで、一応手札捨ててますけど、この辺も相性がいい。あとは特殊召喚できるとして、プリミティブバタフライとか、アースとか、あ、もういいですね。あと、通常召喚できてレベル5になれるモンスターもいけるんで、例えば、サイバードラゴンドライとか、それから、気候忍者フレームとか、この辺はまあ召喚に成功するとレベル5になれるんでね。まあ、割と結構相性がいいかなって思ってます。あと、イリュージョンスナッチ。このモンスターね、アドバンス召喚に成功すると、レベルがその、アドバンス召喚に成功したら特殊召喚できて、レベルがそのアドバンス召喚したモンスターと同じになるよっていう、まあ、効果なので、これ、エクシーズ来たら結構輝くかもしれないですね。アドバンス召喚で。あとは、バンドクの共演とか、強化蘇生とかを使うと、レベル5用意できたりするかもしれません。だから、サイドラー特殊して、レベル4のモンスター特殊して、で、レベル5と5で新、エクシーズとか、できるかもしれない。お次はランク6。ランク6もちょっと難しいんだけど、意外と特殊召喚の方法は結構多かった。探してみたら。例えばですね、イリュージョンスナッチもさっき言ったですね、これね。あとカオスソーサラーとかを特殊召喚できますね。これね、墓地の、肥やしが必要になりますが。あとはサンダードラゴンは、これこいつら6なんですよ。だから結構ね、これはもうあの場に並べやすいっていうのがあるんで、まあこれは結構相性がいいかもね。それからデーモンの小生とか、こいつアドバンス召喚に成功すると一応墓地のデーモンも特殊召喚できるんで、デーモンの小生でデーモンの小生釣ったりとかいうことは一応できるかもしれないですね。とか、あと、ステゴサイバーとか、トリケライナーとか、この辺のモンスターは一応ちょっと相手依存になっちゃうんだけど、特殊召喚できるレベル6としては一応存在していると。それからまあ、カオスベトレイヤー、ライトロードとか意外とレベル6出したりできるんでね、結構ね。この辺もそうだね。ソルキウスとか。この辺のモンスターを墓地に落として、で、墓地のカードを除外したり、手札から捨てたりして、レベル6を墓地から特殊召喚するっていうギミックは割とあるかもしれない。で、やっぱね、有名なコンボはこれなんだよね。バイオンとディアボリックガイ。一応バイオンが1枚でレベル6出せれるっていうギミックになるんだけど、ね、ないんだよ。あれが。シャドウミストがないんだよ。リンクスって。だから1枚では無理だね。ディアボリックとなんか融合、融合じゃない、バイオンと融合か、まあ、バイオンとなんかディアボリックとかがないとはいけないけど、バイオンで召喚して、なんかそのヒーローを墓地送って除外して融合を持ってきて、で、バイオンとディアボリックで融合して、デッドに出して、で、ディアボリック効果で墓地から除外して同じやつ持ってきて、で、6、6並んでるから、6エクシーズみたいな感じができると思う。それからね、このスイラのジャックナイツっていう、これ一応レベル6で特殊召喚一応できそうなモンスターなんで、入れてます。それからこの、ヴァンパイアスカージレットは、これ召喚、特殊召喚に成功すると、1000ライフ払って墓地のヴァンパイア特殊召喚できるんで、これで、まあこれ呼んできてるランク6とかはできるかもしれないね。あと、プリミティブバタフライは、これ5にも扱えるし、これ特殊召喚に成功して、一旦に一度メインフェーズにレベル6にできるよっていうこともできるんで、まあだからこれも6として使えるかもしれないね。あとは、マックステレポーターは、さっきレベル3のサイキック族を出せるよって言ったんだけど、サイキック2体出して、シンクロして6出しちゃえば、6、6並ぶんで、まあそれだったら6のサポートにも合ってるかなっていう感じですね。あとはこのトラップモンスター、資源の帝王っていう、このモンスターもレベル6だったんで、これも相性がいいかもしれないですね。さあ、お次はランク7ですね。ランク7は多分ね、これが一番早いよな。多分これが一番早い。まあ、マジシャンズナビゲートでブラマジを2体出してきて、エクシーズっていうのが、できるから、結構いいのと、あとはまあ、レッドアイズとかネオスとかもレベル7なんで、ネオスを蘇生するとか、まあ、レッドアイズを蘇生するとかして、まあ、スラッシュとレッドアイズとか、ネオスと、ブレイブネオスとかで作ると意外と、7はやりやすいかもしれませんね。あとね、サイキックリフレクターで、その、エンフェ出して、エンフェがパワーツール出して、で、二重波紋っていう。これ、結構エクシーズしながらアドバンテージ結構稼げるカードかもしれないから、割と7エクシーズするんだったら結構このカード強いかもしれない、もしかしたらね。それからあとは特殊召喚できるレベル7ですよね。イリュージョンスナッチもそうだし、カオスハンターとかもそう。あとこのテザーウルフは召喚に成功するとトークン出して、トークンのレベル分だけ上がるんで、一応レベル7になりますよと。それから妥協召喚できるような、カオスソルジャーとかは結構相性がいいし、この辺。とか、カオスじゃない、ガンナードラゴンとか。それからこの特殊召喚できるダイヤロードとかもそう。これはまあ若干そのサイバードラゴン条件があるんで少し若干難しいかもしれないですけどね。あとそれからコスモブレインなんかもそうだし、コスモブレインでレベル7捨てて、で、レベル7のモンスターをなんかと、思い出のブランコとかそういうので特殊召喚してとかもいけるかもしれないね。7はね、スキルがすげえ、あるんですよ。合体魔人将来っていうスキルが。あれ一応ね、レベル7に3体並んでるんですよね。フィールドに。だからレベル7 3体とかいう、エクシーズ召喚条件だとしても、合体魔人将来を使ったら多分いけると思う。あれ制限なかったと思うから、あのスキルで。ランク8は結構ね簡単なんですよね。意外と青眼
ギミックが結構レベル8多いんで、例えば、乙女に、剣士打ったらもう、聖眼2体並ぶし、まあ、特殊ができるレベル8は割と多くて、まあ、レビオニアとか、それからダークネスシムルグとかもそうだし、まあ、カオスソージャー系もそうだね。あとは、普通にコスモブレインからの防法を使ってコスモブレインを聖眼にするっていうこともできるし、結構ね、割とね、いけると思う、この辺は。あと、妥協召喚できるバルバロスもレベル8だし、もちろん、イリュージョンスナッチもレベル8になれるし、あと、エアドスもいけるし、レベル8はそんなに難しくないとは思いますね。ランク9以降はちょっと難しそうだったので、カードプール的に少しサポートが増えたらまたね別途動画にしたいと思います。ランク9は列車とかもいるしね、ランク10は神とか使えばなんとかいけるかもしれないんですけれども、またそれは別の動画にねしたいと思います。はい。で、この展開札として結構優秀そうなやつ何かなと、思ってたんだけど、結構この八田の岬とかね、この辺はね割と相性いいと思うわ。例えばレベルコピーを採用している場合はエアーマンと、ヤタノミサキとか、エアーマン召喚、エアーマン持ってくるヤタノミサキを特殊召喚してレベルコピーしてヤタノミサキレベル4にして、エアーマンを効果で召喚すればレベル4みたいなのがあるんで、一応種族縛り出ちゃいますけど、一応その、レベルコピープラス、エアーマンヤタノミサキみたいなパターンでは一応レベル4がランク4が出せますね。あとは普通に蘇生札が結構優秀で、例えばシャッフルリボーンとか、リビングフォッシル、それから銀龍の合法、それから思い出のブランコ、オーバーソウル、正当なる決闘とか、この辺、あと、結集とか浅すぎた墓穴とかね、この深すぎた墓穴とか、この辺のカードは結構相性がいいと思いますね。あと、蘇生札を持っている、なんだろうな、そのテーマ、例えばガマ油とか、カラクリですね、それから機械族だったらアイアンコール、スピードロードだったらスピードリバースとか、この辺のその蘇生札を持っているテーマは割となんかいけるかも。あと、展開札、炎王の吸収とか、それから、予想外、この辺のそのデッキから特殊ができるよみたいな効果を持っているテーマも割と相性がいいかもしれません。でですね、エクシーズメタカードっていうのを一応今のところ現状考えてみたんですよ。どういうなんかそのものがエクシーズメタになるのかなって思ったんですけど、汎用カードすげえ多いです。例えばモーレグネ、やっぱ裏側にするっていうのはシンクロもエクシーズもどっちにしても辛いんですよ。なのでこれは普通に強いです。あとカナディアとか底なし落とし穴も強いです。あとレベル変えちゃうっていうのが意外とあって、例えばミニチュアライズとか、これ相手のレベルを1個下げることができるカードなんですね。とかあとデビディアンソングとか、これシンクロが流行ってる時にワンチャンサイドに入れてる人いたんですけど、このデビディアンソングはフィールド上の全部のモンスターのレベルを1個下げるんで、相手フィールド上のね。なのでまあこれのレベル下げちゃうっていうのもいいワンチャンかもしれない。あとはシンプルに破壊、シンプルに破壊は辛い。その要はエクシーズとかシンクロする前に破壊ね、例えば狡猾の年やな、フレンドリーファイヤー、まあ、因果切断、サンダーブレイク、土球、この辺のまあモンスターをそもそも除去してしまうっていうカードは割と辛そうではあるね。まあ、結局狡猾されて終わりそうな未来は見える、まあ底なしされて終わる未来は見える、そんな感じのまあ世界となっております。あとはね、面白そうなスキルとしてはね、レベル道長っていうスキルがあって、ライフコスト必要なんだけど、レベルがなんかね合わせられるんですよ、フィールド上のモンスター2体並べれば。結構意外とあの辺のスキルは活躍する可能性はありますね。はい、以上でございます。めちゃめちゃ早口で喋ったんで、ちょ分かりにくかったらすいません。一応この動画を見ていただければ、今デュエルリンクスに存在しているカードで相性がいいカードは分かるようにしたつもりです。はい、というわけで、なんか他にもこんなのあるぜみたいなのあったらね、ぜひコメントで教えていただければというふうに思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。